小中駅は、群馬県緑市東町小中にある渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線の駅である。駅番号は、WK11、短式ホーム1面1線の地上駅。開業時より、無人駅である、待合室、トイレ設置駅。駅利用者の駐車場が、国道122号の小中信号交差点により、 気流方面に向かって50メートルほど行った左側にある。そこにはミニ水車がある。国道に入り口の案内板が設置されている。地元の人が中心に利用しているが、渡瀬川で釣りをする人が利用する場合もある。小中大滝への最寄り駅でハイカーも利用する。駅近くにある旧高市小学校前を走る列車の風景がよく撮影される。 四季折々の風景が掲載られた雑誌などでも、小学校や紅葉、桜、川の近くを走る列車の風景が紹介されている。渡良瀬渓谷線でも有名な撮影スポットで、テレビの旅番組でも必ずと言っていいほど、この場所で撮影される。ここでは、川、小学校校舎、桜、紅葉、列車を一枚の写真に収められる。旧小学校上流にある道路橋の 真ん中あたりである。ただし、生活道路であるため、撮影時には車の通行に注意しなければならない。最寄りバス停は小中橋となる。ありがとうございます。